エースコミックチャンネル。朝起きたら女の子になっていた。佐藤くん、お前鈴木か。遅くなってすまん。高橋、だからなんて受け入れてんだよ。わしも混ぜる。いいからさっさと呪い解けよ。わしの百合に混ざりたい欲が満たされぬ限り無理だ。さっき割り込んできただろ。鈴木、百合ってどうするんだ。え、どうって、そういうのは好きな人とするものだよね。嫌だよね。嫌じゃねえよ。俺はお前らのこと好きだよ。朝起きたら女の子になっていた。はあ、マジで。ない。はあ。起きたら女になってるんだが。今朝起きたら女の子になってて。お前らもかよ。とりあえず俺ん家に集まることになったけど、服は妹の勝手に借りたけどいいよな。スースーする。何してんだ俺。別に女子になったからって女の服着る必要ねえだろ。佐藤くん。佐藤くん。はあ、お前鈴木か。本当に女の子だ。かわいい。高橋くんはまだ着てねえよ。おせえな。つかなんだよその格好。いや、だってせっかく女の子になっちゃったんだし、一度着てみたかったんだよね。何現状を受け入れてんだよ。待たせたな。遅くなってすまん。高橋、身支度に時間がかかってな。だからなんて受け入れてんだよ。かわいい。でどうする。今は家族みんな出かけてるからいいけど、帰ってきたらなんて説明したら。ああ。僕家族に隠れてこっそり来ちゃった。俺もどうやら夢でもなさそうだし、なんとかしねえと。困ったな。つっても原因わかんねえからどうしようもねえよ。あのこの前学校行事で登山したよね。山の名前覚えてる。ガチユリさんだっけ。これがその時の写真。僕たちが登ってる岩、実はその山の神様のご神体だったんだ。ご神体。神様が宿るとされている物体のことだよ。知らなかったとはいえ、それに僕たちは乗ってしまった。うん、実はその山に住むと言われている神様は、ごめん、全然話入ってこなかった。もう一回説明してくれ。俺もすまん。つまり原因があるとしたらガチユリさんだよ。きっとこれはガチユリさんの神様のたたりなんだ。だからもう一度ガチユリさんに行って、そうしたら変わるかもし。ごめん、もう一回すまん。俺ももう真面目に聞いてよ。鈴木が言うには、俺たちは男嫌いのガチユリさんの神様のたたりで女になってしまったらしい。たたりだかなんだか知らねえけど、それしか手がかりないなら行くしかねえな。その服で行くの。ん、パジャマのままじゃダメだろ。かわいい服着たらいいのに、もったいない。貸してやろうか。いらん。つーか、お前らなんで女の服持ってたんだ。姉ちゃんも妹もいないのに。え、それは男の子だからっていうかね。え、なんで。まさか女になる前からそういう服着てたのか。それはちょっと、いやさすがに着てないよ。佐藤くんは妹いたよね。服借りたら。はぁ、着ねえよ。変態じゃねえか。妹のって可愛いのにもったいないよ。そこら辺の女子より可愛いもんな。スカート絶対似合うと思う。はぁ、んなこと言われても嬉しくねえし。でも無理強いは良くないよね。ごめんごめん。そうだな。あー、でもやっぱ俺も女の服着た方がいいかな。無理しないで。佐藤くんはそのままでいいよ。は、
男が嫌いな神様なんだろう。女の服着てなくて何かあったらどうすんだ。でも体は女の子だし大丈夫。大丈夫って保証あんのか。ごめんなさい。バックしゃーねーな。さっさと行くぞ。かわいいよ佐藤くん。別に嬉しくねえし。ガチユリさん、昔々その山にある小さな集落に不思議な力を持つ男がいた。その力とはぬら。なんじゃこりゃ。男を女に変えるという摩訶不思議なものだった。お、俺も仲間に入れてくれ。なんだってめえ。ちくしょう。その男は女性が仲良くしている間に入るのが好きだったんだけど、女に気味悪がられて一人ぼっちだった。だから力を使って男を女に変えて。なんで逃げるんだ。その間に入ろうとしたんだけど、村の住人を次々と女にしたせいで村から男がいなくなって、最後は村自体滅んでしまったんだって。迷惑なやつだな。ユリの間に入りたいなんてとんでもないやつだな。ユリ？ユリってなんだ。ああ、ほら、佐藤くんは一般人だから。ユリっていうのは女の子同士の恋愛を意味してて、でも男から女に変えられた場合、それはユリに分類されるかっていうと難しいよね。僕的にはありだけど、それは TS。 わかったわかった。ちなみにガチユリさんがそのユリの語源だって説もあるんだよ。へえ、どうでもいい。嘘です。あった、あれだ。これがご神体。でもこっからどうしたら。ユリ好きの神なら俺たちがユリになって神様をおびき寄せればいいのでは。何言ってんの。元男同士だからユリではないという気持ちはわかるが。いやいやいや、そうじゃなくて。ユリってその女同士で恋愛することなんだろ。俺お前らとそんなことできねえよ。僕はできるよ。は？無理すんなって鈴木。できるもん。だって僕前から佐藤くんのこと。お前何言って。わしも混ぜる。うわあ！お前まさか。わしがこの山の神だ。出たな変態ジジイ。さっさと俺たちを男に戻せ。本当にいいのか。はあ。女体化の呪いはかけられる側に、女になりたい願望がなければかからぬ。つまりお前たちの望んだことなのだ。はあ。望んでねえし。ちー、嘘をつくな。ずいぶんとはしゃいでいたではないか。キルーン。うわー、違うんだ、これは。佐藤くん、そこの貴様は日頃女の服を着ては楽しんでおったな。女の服は見てるだけって言ってたくせに。はう、ごめん。キッキ、恥じらい恥じらい。わしは女にされて恥じらう様が大好物なのだ。そこのお前はこの中で唯一上下女の下着を身につけておるな。なぜ誇らしげなのだ。腹立つ。いいからさっさと呪い解けよ。わしのユリに混ざりたい欲が満たされぬ限り無理だ。さっき割り込んできただろ。ダメだ、満たされぬ。こうなったらこの町に住む男すべてを女体化するしかない。わしの右手に宿りし女体化の力を持ってんな。くそ、迷惑だ、やめろジジイ。どうしよう。最後は村自体滅んでしまったんだって。俺たちが止めないと。鈴木、ユリってどうするんだ。え、どうって。じゃあ高橋。教えてくれ。ユリの定義は人それぞれにあってだな。今そういうのいいから。やっぱり恋愛だからキッスするとかかな。な、そりゃそうだけど。ごめん、そういうのは好きな人とするものだよね。嫌だよね。嫌じゃねえよ。俺はお前らのこと好きだよ。え、いや、親友って意味でだな。僕もさ、二人のこと
俺も。なんかすげえはずいな。なんだよ、やめろよそっか。めちゃくちゃ照れんじゃん。なんだこの気持ちは。そうか、わしは眺めているだけでよかったのだ。なんと尊い。まぶし。あ、戻ってる。なんかわかんねえけど戻ってる。そうだね。この服着たまま帰るのか。あ、誰も着替え持ってきてねえのかよ。佐藤くんのリュックの中身は。これはお菓子とジュースしか。これは、わしの右手に宿りし女体化の力を持ってな。高橋、高橋ってば。どうした。なんでもないよ。そっか。なあ佐藤、もしまた女になれるとしたらなりたいか。は？なわけねえだろ。そうか。いいからさっさと帰るぞ。課外授業で登ったガチユリさんの呪いで女になった俺たちはなんやかんやあって男に戻ったのだが、また女になっていた。なんで？また女子になってる。起きたらまた女の子になってたんだけど。で、またお前らもかよ。今日学校なのにどうすんだ。親になんて言えば。てか言ってもこんなの信じてくれるわけねえし。なるほど、つまり君たちはガチユリさんの呪いで女子になってしまったと。はい。なんだこのギャル。しかしにわかには信じがたい。信じましょう。彼女、いえ、彼らの言葉を信じましょう。安心しなさい。君たち生徒はこの私、校長先生が守ります。校長。そして私は教頭です。マジで。君たちの話からすると、私たちもご神体に登ったたたりで女性化してしまったようですね。先生のくせに何やってんだよ。ふい。ごめん。すいません。この体になってから大きい声が怖くて。よしよし。もう中身までガキかよ。呪いは本人の望みを反映しているって言ってました。校長先生はなんで小さい女の子になりたかったんですか。かわいい。それは5歳になる孫がおじいちゃん臭いって遊んでくれなくて、同い年の子供になれば遊んでくれるんじゃないかなって。なるほど。私はその黒ギャルが好きでして。マジかよ教頭。つか俺らどうしたらいいんすか。佐藤くん、足閉じて。安心してください。君たちには女子生徒として生活してもらいます。は？なあ、3組の転校生見たか。佐藤ちゃん見た。すっげえ美人。ツンデレな感じもいいんだよな。それになんか妙に話しやすいし。あ、かわいい。そりゃどうも。俺は高橋ちゃん派。ミステリアスな感じがたまんねえ。俺はやっぱ鈴木ちゃん派だな。だってな、あな、そういえば同じ名字のやついたよな。ああ、入院してるんだっけ。転校したんじゃなかったっけ。それよりさ、あー疲れた。佐藤くん、足閉じて。あー、女ってなんか疲れるわ。さっさと男に戻りて。でも今日ヘアピンつけてるね。これは妹に無理やりつけられたんだよ。母さんも妹も初めは驚いてたけど、普通に受け入れやがって。うちもそんな感じだよ。うちは親父が息子は嫁にやらんって騒いで大変で、やれやれ。受け入れすぎだろ。つーか、なんでまた女になってんだよ。あのジジイが消えて呪いは解けたんじゃねえのかよ。しー、声大きいよ。もしかして呪いだけ残ってるとか。マジかよ。言えない。女体化の呪いをかけたガチユリさんの神、その神の手にあった紋章が
俺の右手にあること。俺は小さい頃から女子になってみたかった。もしこの紋章に女体化の力があるのなら、まだしばらく黙っていたい。だって新しい服買っちゃったし。あれ、その手どうしたの？は？包帯ぐるぐる巻きで。痛そう。怪我か？大丈夫だ。大丈夫じゃねえだろそれ。ちょっと見せてみ。違うんだ、これは。いや、闇の力を封印しているんだ。ああ、そうなんだ。ああ、お前昔からそういうの好きだよな。たく、昼飯だー。わーい、佐藤さん、言葉遣い。もう購買でパン買ってくるわ。じゃあ先に屋上行ってるね。焼きそばパンないの？ごめんね、さっき売り切れちゃって。たく、買ったのドイツだよ、クソ。ああ、こいつかよ。あ、こっちのクリームパン美味しそう。くれるの？ありがとう。なんで？佐藤ちゃん、お昼これから、よかったら一緒に食べない？ねえ、それより食堂行こうよ、おごるからさ。おごり？なんだよ、俺が先に声かけたんだぞ。そんなの関係ねえだろ。つかうちのまずい学食に誘うとかありえねえし。はあ、うめえし。学食のおばちゃんに謝れよ。なんでこいつらこんなに喧嘩してるんだ。俺と飯食うくらいで。それってつまり俺のためにそこまでさせる俺って、まさか、まさか俺ってめちゃくちゃ可愛いのでは。翌日、おはよう。三つ編みしてる。わあ、妹ちゃんにしてもらったの？うん、かわいい。かわいいって言われるの嫌だよね、ごめんね。そっかな、ありがとう。かわいいよ。そうかな。どうかな。わあ、帽子とかどうだ？似合う。帽子も買った方がいいよ。でも今月ピンチだしな。買っちゃいなよ。どうしよっかな。なんじゃこりゃ。佐藤くん、こんなことしてる場合じゃないだろ。男に戻る方法探さねえとだろ。落ち着いて、大丈夫だよ。校長先生たちが呪いを解く方法を調べてくれるって言ってたじゃん。あいつらで大丈夫かよ。学校で1番と2番目に偉い人だよ、絶対大丈夫だよ。まあそうだな。おはー、家庭の事情で転校してきました、山田です。山ちゃんって呼んでね。というわけだ。みんな仲良くするように。じゃあ一番前の席で。教卓の前とかちょべり場なんですけど。お、タマッチは、タマ。すげえ、ギャル。なんか古くね。何してんすか教頭先生。君たちをサポートするためです。女生徒として生活するのは何かと大変でしょう。女体化の呪いを知っているのは一部教員のみ。ここは私が一肌脱がねばと思いまして。はあ、さっきのノリは何なんすか。女子高生として振る舞ったまでですが。どうした、鈴木。陽キャ怖い。山田さん、 LINE 教えて。それやってないからメアドでいい？いいよ。じゃあ赤外線で送るね。赤外線、何それ。大丈夫かよ。女子更衣室。女子は体育館でバレエだって。着替えるのだる。あれ、入んないの？体育始まっちゃうよ。でもどうしよう。入るのはまずいだろ。でも入らないのも不自然だぞ。ほら行こう。体が女でも着替えは見ちゃダメだろ。でも着替えないとだし、なんか手つながれてるし。チョリース。はい、君たちこっちね。
教頭の野郎、俺らのこと監視しやがって。でもおかげで生徒指導室で着替えさせてもらえてよかったね。ああ、そうだな、ま、いいや。今日の体育サッカーだっけ？女子はバレーだぞ。あ、そうなんだ。佐藤、俺たちは女子だぞ。体育館だから日焼け気にしなくていいね。紫外線は年中あるからな。で、あれ佐藤くんは？うわ、あっちサッカー部多くね。やる気なくすわ。それな。ねえねえ、私も混ぜてくれる？佐藤ちゃん、俺らは全然いいけど体育の先生厳しいからな。うん、女子に甘いな。でも危なくない、無理しないでね。お、俺が守るよ。ありがとう。佐藤ちゃんと同じチームにはなれなかったけど、かっこいいとこ見せてやるぜ。ちげえ！佐藤ちゃん何してんの？今のは反則だって。まずサッカー部から潰そうと思って。ダメだよ、うん、マジで甘いな。残り1分、やっぱ負けか。頑張ったのにね。よしよし、残念だったね佐藤ちゃん。この子めちゃくちゃ負けず嫌いだ。また反則だ、うん、いいのかよ。よし、あとは任せろ。ゴールがガラ空きだって。シャン逆。え、そっち味方のゴール。マジ？佐藤くん運動神経抜群だけど、すぐ熱くなって周りが見えなくなるから。あの佐藤って子、なんで男子に混ざってんの？男好きかよ。もう一回しよう。そうだね。佐藤遅刻だ。また身だしなみに時間がかかってしまった。しまった、包帯で隠すのを忘れていた。俺たちに女体化の呪いをかけた神の手にあった紋章、それがなぜか俺の手に現れた。佐藤に知られると厄介そうなので誰にも話していないが、この紋章には一体何の力があるのか。あ、すまない。いってー、なんなんだ。え、なんだこれ。か、体が縮んでで、こんなになってる。こいつがあのいかついやつ？隣のクラスの伊藤くんだよ。君は確かガチユリさんには言っていなかったはず。なんだお前。教頭です。マジで？なぜ女体化の呪いに？わかんねえけど、こいつにぶつかって。まあまあ、それはさておき、突然女子化して戸惑うことも多いはずだ。呪いが解けるまで伊藤のことはみんなでサポートしてやろう。高橋、お前いいやつだな。当然のことだ。しゃあねえな。お前佐藤だったのか。あ、なんか文句あんのか。わからないことがあったら何でも言ってね鈴木。やっぱ女って、そのブラジャーつけないといけないのか。やっぱ女の子になったんだからつけたいよね。俺たちに任せろ。おっせーな伊藤のやつ、あいつのために集まったのに。女の子は準備に時間がかかるんだよ。つーか、なんで教頭先生いるんすか。心配で。ねえねえ、お姉さん、うちで働かない？未成年だし。こいつが一番心配だ。実は伊藤くんには気がかりなことがありまして。伊藤に？彼は入学当日に生徒と喧嘩をして停学になったりと、問題行動の多い生徒でして、女子になってそれが収まれば良いのですが。それマジ？怖え。悪いな遅れて。
女って何着ていいか分かんなくてよ。ツインテってお前、自分のこと可愛いと思ってんだろ。違う、これは髪が邪魔だから。嘘つけ、可愛いと思ってんだろ。こんな、わかるよ、女の子になったんだから可愛い格好したいよね。ごめん、可愛くてつい。いや、別に。つーか、なんで教頭がいるんだ。教師として君たちを見守るために。監視付きってわけか。信用ねえな。つか腹減った、ラーメン行こうぜ。また？今日はおしゃれなとこ行こうよ。あ、クマックマのキャラカフェだ、ここ行こう。ほら見て、かわいいプリン。こういうの見た目だけで味微妙そうじゃね。なあ伊藤もそう思うだろ。あ、そうとは限らねえだろ。最近のキャラカフェは見た目だけじゃなく味にもこだわってる店が多いし。お前もこういう店がいいのか。違う、ただそういう話を聞いたことがあるってだけで。じゃあここに決定。取って取って、へいへい、佐藤くんたちも取ろうよ。いや俺らはいいって。もう食うぞ。あー待って、汚れる前にそのコースターもらっていい？別にいいけど。伊藤くんもいい？いいぞ。ほら、ありがとう。つーか、のんきにお茶してる場合か。呪いを解く方法を探さないとやばくね。伊藤だって早く男に戻りたいだろ。当然だ。それなら私たちに任せなさい。生徒を守るのは教師の務めですから。ふん、信用ならねえな。教師に守られた記憶なんてねえし、口だけじゃねえの。そんなことありません。私も校長も君たちのために。いいからさっさと食って出ようぜ。伊藤、落ち着かないのか。こういう店慣れてないんだよ。いらっしゃいませ。大変お買い得になってます。おーい、サイズ測ってもらったのか。どうだった？ダブル A？ ダブル A な。ダブル A ってこれ？ちっさ、なんだこれ。つける意味あんのか。佐藤くん、失礼だよ。喧嘩売ってんのか。あー、暴力。教頭、こいつ暴力振るってますよ。伊藤くん、やめなさい。くそ、もういい。伊藤くん、バカにしやがって。下着くらい一人で買ってやる。あ、お嬢さん一人？あ？うっせえ、消えろ。かわいい。なんだこいつ、がっつけてもひるまねえなんて。どうすれば。ちょっと、ちょべり場なんですけど。ギャル、大丈夫ですか？教頭、伊藤くん、急に飛び出してくからびっくりしたよ。もう、すまん。いや、謝るのこいつだ。ふいわへん。いや、俺の悪い癖だ。ついカッとなっちまう。もう気にしないで。伊藤くんが優しい人って知ってるから。コースター、本当は欲しかったんだよね。僕気づかなくてごめんね。いや、俺は。素直になれ伊藤。お前はそのクマが好きなんだろ。そんなわけ。そもそも女子になりたいという願望がなければ女体化しないはず。お前はその姿になって叶えたい望みがあるんじゃないか。おい高橋、適当なこと言ってると切れられるぞ。俺は可愛いものが好き。悪いか。嘘マジで。バカにしたやつはぶん殴る。すいません、
入学式の日、カバンにつけてたキーホルダーをバカにしてきたやつがいて、切れたら喧嘩になって停学になっちまった。理由を言ってくれれば。理由なんて聞いてこなかっただろう。一方的に俺が悪いって決めつけて、そういうのうんざりなんだよ。申し訳ない。いいよ、別にあんたが悪いわけじゃねえし。つまり伊藤の願いは、女子になって心置きなく可愛いものをめでたいんじゃないか。あ、本当はあの時クマちゃんと写真が撮りたかったんじゃないか。今から戻って撮ろう。え、これがクマックマさんと。クマックマさん、さん付け。そうだ。でもいいのか、俺なんかが。撮るよ。もっと近づいて。でも。撮るよ。私は自分が恥ずかしい。ん？生徒を見守ると言いながら全く見えていなかった。彼のあんな表情は初めて見ました。まあ性別変わってるしな。それもこうして女子化したおかげですね。私がこの姿になったのは、こうして生徒と生徒同士として関わりたかったからなのかもしれません。いやいや、黒ギャルが好きなだけで。やあ、元に戻っている。なぜだ。とりあえず着替えた方が。まさか、私は望みが叶ったから女体化の呪いが解けたのか。だからまず服を。でも俺は。まだ女子になって叶えたい望みがあるんだろ。素直になるよ。俺は別にそんなのねえし。あるんだ。まあ焦らず女子を楽しみなさい。はっはっは。あれ、マジ過去になった。部活？はい、我が校では文武両道を重んじており、生徒には全員部活動を進めて。めんどくせえからパス。佐藤君は確か以前運動部に入っていたのでは。ルール覚えてねえからってクビになった。みんなで美術部に入ろうよ。んなことより男に戻る方法を見つけるのが大事だろう。それは。佐藤、もうやめろよ。男に戻ったって何もいいことないだろ。なんてこと言うんだてめえ。考えてもみろ、美少女になって何か失ったものはあるか。 SNS に自撮りをアップしただけでチヤホヤされる。男だった時そんなことあったか。お前そんなことしてんのか。男に戻って何かいいことあるのか。あるだろ。例えば、あれない。俺って俺の人生って、はあ、それより今を楽しもうよ。教頭先生も言ってたでしょね。佐藤さん。あ、ちょっといい。よきめ。もう名前覚えてくれたんだ、嬉しい。実は佐藤さんにお願いがあって。私に？テニス部に入らない？え？体育の時の佐藤さんすごかったよ。あんなガッツある女子初めて見た。でもテニスしたことないし。大丈夫、運動神経いいしすぐレギュラーになれるよ。テニスは私が一から教えるからね。テニス部入るの？おう。あの女に気があるのか？ちげえし。あいつはただ近所に住んでるだけの幼馴染で、高校入ったから全然喋ってねえし、そういうんじゃねえから。へえ。部活入れって校長に言われてたしな。じゃあ行ってくるわ。何、佐藤ちゃんじゃん。転校生の佐藤さん、かわいい。体育の時すごかったよね。入部するの？大歓迎だよ。一緒に頑張ろうね。そう。じゃあまずはストレッチからね。あ、ちょ、行くよ。ほら
しっかり伸ばして。お頑張れ頑張れ。 おい頭下げて。次はグランド10周。しんどー。ファイト。ちょっと佐藤さん、やる気ないなら帰ってくれる？迷惑なんですけど。ごめんね。大丈夫？頑張れ。え、そう？いやー、かわいい。私のお下がりでごめんね。サイズどう？胸のあたりがちょっときついかも。さあ、あの人たちは？佐藤ちゃん目当ての男子が集まってるみたいで。怖い。バカども、テニス部も悪くねえな。あら、朝早くにどうしたの？朝練行っただろ。じゃあ行ってきま。佐藤さん、なんで佐藤の家に？びっくりした。佐藤さんって佐藤の親戚だったんだね。うん、私だけ居候させてもらってるの。どうして佐藤さんだけ？家庭の事情で。そっか、佐藤もいるよね。あいつガサツだから一緒に暮らすの大変じゃない？どうかな。佐藤ってさ、なんで学校来ないの？先生に聞いても教えてくれなくて。一緒に暮らしてるなら知ってるよね。なんでかな。教えて。佐藤に何があったの？言えないくらい大変なことなの？教えて。ごめん、私小さい頃からの付き合いだから心配でつい。そっか。なんかオンラインゲームにはまりすぎて学校休んでるって言ってたよ。やっぱり。どうせくだらない理由だろうと思った。ああ、昔からそうなのよ、小学生の時なんか。ってことがあってさ、もしかして俺のこと疑ってんのかな。よかったね。よくねえよ、ごまかすの大変だったんだからな。違うぞ佐藤、俺が思うにそれはお前を疑っているのではなく、佐藤のことが好きなんじゃないのか。でも俺女だし。いや、男の時のお前をって話だ。好きでもないやつをそこまで心配するか。そうなの？幼馴染だからじゃないの？あれはそういうことだったのか。女子と付き合ったこともないのに、なんで分かったようなこと言うの。本気にしたらダメだよ佐藤君。これは好きと言われて相手のことを意識しちゃって好きになるパターン。佐藤君、本気にするわけねえだろ、バカじゃねえの。くだらねえ。大丈夫かな。こうやって。佐藤さん、お？ラケットを握るときなんだけど、もっとラケットの下を持って。あ、キャー、どうしたの？はあ、練習やっぱだりーな。佐藤さん、頑張って。すっごいサーブ見た？まあサーブはね、でもそれ以外全然じゃん。それはこれからだよ。疲れたでしょ、ちょっと休憩しよっか。ありがとう。佐藤さんやっぱり上達早いね、コーチがすっごく褒めてたよ。運動は得意だから。そういえば佐藤も運動得意でさ、ルール守らないからすぐやめさせられてたけど。あの、よきべさんは佐藤くんのこと好きだったりする？なんで急に？友達がね、イオキベさんが佐藤くんのこと気にしてるって話をしたら好きなんじゃないかって言ってて。私はそういうんじゃなくて、ただ幼馴染として心配してるだけで。だよね。
中学入ってから全然話しなくなったし、高校では避けられてたしな。避けてるのは佐藤の方だよ。挨拶しても無視するし。それはそっちが先だろ。声小さくて聞こえなかっただけだよ。だから話しかけない方がいいのかなって思って。俺は佐藤くんが言ってたから。佐藤が？そんなこと言ってたの？あいつ何がおかしいんだよ。ごめん、意外だったから。てか、なんで佐藤さんが怒ってるの？いや、別に。清木部は俺のこと好きなのかもしれん。聞いたの？いや、まあ、お前、あいつが俺を避けてたのはお互いすれ違ってただけでさ、本当は嫌われてたわけじゃなかったんだよな。好きとは言われてないの？バカお前、そんなん雰囲気でわかるだろ。あ、お前らこのこと誰にも言うなよ。高橋くんがその気にさせるから。試合に出る？私が？私とダブルスで出るはずだった子が怪我しちゃって。お願い。でもコーチもいいって言ってるし、佐藤さんとなら勝てると思う。でも未だにルールよくわかんないし。佐藤さんしかいないの、お願い。任せろー。危ない。ダブルスだから。今のは私が打つの。あ、ごめん。前衛と後衛の役割は覚えてる？なんだっけ。佐藤さん、ガッツもセンスもあるからルールを覚えることに集中しようか。うん。地区予選まであと2週間、頑張ろう。おお。伊予木部も怪我しそうじゃね。いよいよ明日は試合だね。練習の成果が出せるよう頑張ろう。ところで佐藤は元気？ゲームはほどほどにって言っておいて。おお。伊予木部のやつまた俺の心配して。やっぱり俺のこと好きなのか？もし俺が男に戻ったら付き合うことになんのかな。大変だな。付き合ったら昼一緒に食べたり一緒に帰ったりするのかな。うち来る？な、何しょうもないこと考えてんだ。寝よ寝よ。うーん。いや、やべ、今日試合じゃん。早めに行くって伊予木部と約束してんのに。てか会場どこだ。えな、あ、男に戻ってる。佐藤さん、上手くなったね。二人とも息ぴったりじゃん。明日の試合も頑張ろうね、佐藤さん。うん。佐藤、よかったな、男に戻れて。よくねえよ。今日試合なんだよ、早く行かねえと先輩になっちまう。佐藤くん大丈夫？はあ、だからってこんな朝早くに人の家に押しかけてきて。休日なんだが。お前らしか頼れるやついねえんだよ。大丈夫だ、焦るな。そんなのは俺の力で女に。え、どうにかなるのか。そうだな。俺の右手に女体化の力があるとバレたら、なんで今まで黙っていたのかと怒られる。それは避けたい。一つ方法がある。マジで教えてくれ高橋。女装だ。ふざけんな。ふざけてなどいない。高度な女装は女体化と見分けがつかないと言われていてだな。そうなのか。お前は女体化前と顔も背格好もさほど差がない。十分いける。
もともと可愛いもんね。なんと羨ましい。お前ら俺のことそんな目で見てたのか。でも俺女装なんてしたことないぞ。まあ任せろ。これが俺？かわいい。汗でメイクが落ちないようにベースメイクを丁寧にしてある。つかなんで化粧品持ってんだ？ズラまで。あとは声だが、女声はかなりの技術が必要だ。今回は風ということにしよう。だからなんでそんなに詳しいんだ？でも本当にバレねえかな。いくら女の格好しても男なわけだし。自信を持て佐藤。可愛くなりたいと願う思い、それこそがお前を可愛くさせるのだ。はあ。でもなんで急に呪いが解けたんだろう。わかんねえ。朝起きたら戻ってて。心当たりはないのか？心当たり。やべ、時間だ。行ってくるわ。ああ、ウォーミングアップするか。どうする？ああ、佐藤ちゃん、何してたの？ごめん。早く準備して。声どうしたの？マスクも。風邪気味で。風邪ひいてるの？試合出て大丈夫？いや、熱ないし声だけ変で。でも無理して具合悪くなったら。ああ、だから大丈夫だって。え？やべ。佐藤？待って。佐藤ちゃん？佐藤くん、大丈夫？あ、高橋、鈴木。どうしたの？こんなところで。試合は？うーん、よきべにバレたかも。え？やっぱ無理だ。こんなんじゃ試合に出れねえ。俺のせいで不戦敗だ。よきべ頑張ってたのに、俺のせいで。佐藤くん。くそ、うん、佐藤、これを見ろ。それは？俺たちに女体化の呪いをかけた神の手にあった紋章だ。神が消えた時、なぜか俺の手に現れた。この手で触れたものを女に変えることができる。お前に言うと面倒そうだから黙っていた。すまん。高橋。いえ！これでよかったのか？もう男に戻れなくなるかもしれないんだぞ。だからいいって言ってんだろ。あいつ悲しませたくねえし。まあ、戻り方ならなんとなくわかるしな。え？心配すんな。ごめん、お待たせ。急にうんこしたくなっちゃって。え？早く準備して。どうしたの、イオキベさん？え？あ、声戻ったんだね。さっき佐藤さんが佐藤に見えたんだけど。そんなわけないのにね。私、佐藤のこと考えすぎなのかな。そんなに気になるの？男に戻る方法、それは男に戻った時したいことを考えること。男に戻りたいと心から願うことだ。俺はこの大会が終わったら、イオキベに告白する。どうしたの？また男に戻りそうに？お腹痛いかも。大丈夫？今は試合に集中だ。優勝、ガチユリ高等学校。やったね佐藤さん。こんなにひっつかれたら。ごめん佐藤さん。あぶねえ。
キベの前で男に戻るとこだった。やっぱあいつを意識すると男に戻るのか。まあ、試合終わってからでよかった。佐藤さん、佐藤さん、そこにいるの？もしかしてトイレ中？違う。佐藤？佐藤そこにいるの？あんた、なんでそんなところに？来んな！な、何よその言い方。うっせえな。何よ、人が心配してるのにそんなに私のこと嫌いなの？なんで？違う、あの、もういい。違う、俺はお前が好きだ。はあ、何言ってんの？え、久しぶりに話したかと思えばからかってんの？え、でもヨキベも俺のこと好きなんじゃ。何それ、そんなわけないでしょ。え、私忙しいから。あの、じゃあね。佐藤？あー、びっくりした。何年も挨拶すらしてなかったのに、なんで急に。イオキベ、佐藤さんは？大丈夫？あんなこと言うつもりじゃなかったのに。佐藤大丈夫？お前らの言う通りだよ。男に戻ったっていいことなんて一つもねえ。こうなったら美少女としてチヤホヤされる人生を楽しんでやる。わははは。男になんか戻らねえからな。チクショー。うわあ。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから、グッドボタン、コメントも待ってるぜ。